元老院の野望はソルたちの活躍によりついえた。しかし世間が安息を得る傍らでチップは一人事の顛末に疑問を抱いていた。ええ、お見かけになられましたら連絡をいただければこちらで対処いたします。はい、そうです、我々のお頭、いえ大統領が誠に勝手ながらそちらのどっかの施設を訪問するかと。はい、大丈夫です、多少でしたら殺しても構いませんので。ええ、お手数とは存じますが、あ、はい、ですから我々もこれからは国際社会の一員として恥じぬですね。はい、以後このようなことが起きぬよう厳しくしつけておきますので、何卒ご容赦を願えますでしょうか。はい、それでは失礼いたします。あのクソ野郎。何かがおかしい。政府はともかく、民間の報道も元老院の事件を濁してやがる。やっぱまだなんか裏があるな。おう、俺だ。おい、こら貴様、この大統領が王ではありませんよ。今どこにおられますか。元老院どもの隠れ家だ。ここは小難しい書類ばっかで頭が痛くなるぜ。お前を連れてくればよかったよ。出発の時に私を着信拒否していなければ、あるいは間に合ったかもしれませんがね。まあ、それはともかく、マッハでそこから退去してください。え？そこは我々の領土ではないのですよ。小学生程度でいいので、外交の常識を持ち上がってください。硬いこと言うな。それよりな、この間の事件は、やっぱりまだ終わってねえ。黒幕は他にいる。もっと得体の知れない奴がな。元老院どもはおそらく利用されただけだ。それが本当なら、ことはジャスティス絡みです。割と人類が絶滅しそうなレベルの話になりそうですが。そういうことだ。おら、もう少しだけ犬を続ける。お前には、あることを調べてほしい。あること。ありました。これです。これは。なるほど。オーパスはまさにギアだ。元老院は当初からこの計画を想定してオーパスの配備を進めていたのか。おそらく。今はおとなしくしていますが、いつ人を襲うともわかりません。だとしたら、世界の大半が人質となっていると言っても過言ではないぞ。その通りです。だからこそ。ちょほいと待ちな。そいつをどうするつもりだ。あなたも、チップザナフ、いつの間に。まさかとは思うが、オーパスどもを廃棄するつもりか。ええ、そのつもりです。やっぱな。だが、そんなことはさせられねえ。オーパスは敵の脅威から身を守る砦だった。人民にとって今や心の支えと言っていい。その庇護下にある国々がそいつを奪われてみろ。国連は代替の対応を求められ機能しなくなる。最悪内乱もあり得る。実質的な安全が必ずしも最善とは限らねえんだ。タップ。試して悪かったな。本気じゃねえよ。え？なぜこんなこと。事件にはまだ黒幕がいるんだろう。だからお前の覚悟ってやつが本物か知りたかったんだよ。お前の上心とやらが西欧に受理されなかった時が心配でな。な、分かってもらえると思います。確かにオーパスの破棄には慎重な政治的判断が必要。ああ、違え。そうじゃねえ。じゃあ言い方を変えるぞ。慈悲なき刑事ってのはなんだ。どこでその名を。この辺の門を調べりゃすぐわかる。そいつが一連の親玉だってこともな。でもよ、
慈悲なき刑事ってやつはまるで自然災害みてえに言われてるが、俺は違うと思うぜ。この事件の黒幕は人間が嫌いで嫌いでしょうがねえんだよ。つまり人間だ。そいつを感じないか。あなたはまさか聖王様を疑っているのですか。ありえません。聖王様は人々の希望の源です。軽々しく疑うなど人民を不安に陥れてしまいますよ。ああ、分かってるって。それが聖王だってのは突飛だがよ。けどな、ベッドマンを使ってるやつは誰だ。どうやって会話してんだ。少なくとも人の社会に紛れてるんじゃねえのか。それはお前はイリュリアの、いや世界を代表する王様だ。常に冷静さは失うな。そして何かがあった時の覚悟を持っておけよ。だからもしお前が疑わしき人間と出会ったら、こう聞いてみろ。人間が好きかってな。どうする？もし俺が敵だとしたら、どう考える？どう動く？